星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。今年最大の皆既月食を明日見ることができます。今晩は11月8日に見ることができる皆既月食の仕組みとその観察の仕方についてお話しします。皆既月食が起こる仕組み。満月、三日月、新月など月の満ち欠けは太陽、地球、月の位置関係によって起こっています。皆既月食は月が暗くなることから新月と似ているイメージを持つ方がいるかもしれませんが、実は皆既月食は満月のタイミングで起こります。満月は地球の夜の部分、つまり太陽と反対側の方向に月があると、月が太陽の光を受けて月全体が明るく照らされるため満月として見えます。この時に月が地球を回るコース面が太陽を回る地球のコース面に対して5度だけ傾いているため、月は太陽と月の間にある地球に邪魔されることなく輝いて見えます。ところが地球のコース面と月のコース面は交差しているため、月が移動していくと2点で地球のコース面と月のコース面が交わります。この時は太陽、地球、月が一直線に並ぶため、太陽からの光は地球に邪魔されてしまい、月を照らすことができず月食が起こります。この時太陽と地球との距離が短い時は月へ落とす影が大きくなります。また月が地球に近い時も影が大きくなります。そして月に落ちる地球の影の大きさが月よりも大きくなると皆既月食になるわけです。なぜ赤くなるのか。皆既月食になると月は地球の影に入り太陽の光が届かなくなるため、その時月は暗くなり見えなくなるはずです。ところが実際には月は赤黒い色に見えます。これは太陽の光が地球の大気層をかすめたごく少ない量の光が通過して月を照らすからです。この時月を照らす地球の大気を通った太陽の光のうち、波長の短い紫や青の光は大気層を通りにくく、波長が長い主に赤い光が月に届きます。そして赤い光に照らされて月は赤く見えるわけです。普段の月でも昇りたての時に赤っぽい色に見えるのは、夕日や夕焼けと同じ理屈で、月からの光が地球の大気層を長い距離突き抜ける時に赤の波長だけが残るからです。皆既月食の観察の仕方。観察といっても日食と違い、月食は直接目で見て問題がないため特別な用意や注意事項はありません。こちらは11月8日午後4時半、関東地方東の空です。月が昇る時刻は札幌が午後4時12分、東京4時32分、沖縄が5時34分です。そして月食が始まる時刻は午後6時9分くらいから欠け始めます。完全に欠けてしまう皆既月食になるのは午後7時20分くらいで、午後8時40分までそれが続きます。その後、月は午後10時ごろに満月に戻ります。観察に際して、もし双眼鏡や天体望遠鏡をお持ちなら、さらに迫力ある皆既月食を楽しめるのでおすすめです。ただ、皆既月食になる前の満月はかなり明るいので、目を痛めないよう光量を下げるフィルターを用意するか、ある程度皆既状態に進んでから使うと良いかもしれません。写真撮影される方は皆既月食は意外と暗いので、手ぶれしないよう三脚を用意して少し感度を高く設定すると良いです。実は皆既月食と同じタイミングで天王星が月に隠れるところを観察できます。天体望遠鏡があれば月の左側に天王星を見つけることができ、午後8時半ごろ月に隠され、9時20分ごろ反対側月の右側から出てくる天王星を観察できます。さて、今回は明日見ることができる皆既月食についてお話ししました。次に皆既月食が日本で見られるのは2025年です。ぜひ今回迫力ある皆既月食を楽しんでください。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドの
金さんでした。